鬼は外、福は内。皆さんこんにちは、アミアミカンクルクロシェットです。今回はおたふくのモチーフの編み方をご紹介いたします。今回使用するのは赤、白、黒の毛糸とハサミ、とじ針、糸の太さに合ったかぎ針です。今回は3ミリ、5号のかぎ針を使って編んでいきます。まずはじめに白い糸を使って輪の作り目をします。指に2回巻きつけてから輪の中に針を通して向こう側の糸を手前にくぐらせていきます。次に鎖編み2目を編んで立ち上げます。輪の中に長編みを9回編み入れます。1、2、3、4、8、9、長編みが9回編めたらここで輪を引き締めておきます。糸端を引っ張って縮んだ方の内側の糸を引っ張ります。最後にもう一度糸端を引っ張ります。これで輪が引き締まりました。はじめに鎖編み2目を編んで立ち上げたところに針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目が出来上がりました。次に鎖編み2目を編んで立ち上げます。今引き抜き編みをした同じところに長編みを1回編みます。次の目には長編みを2回編みます。同じようにしてすべての目に長編みを2回ずつ編み入れていきます。1回、2回、1回、2回、すべての目に長編みを2回ずつ編んで1周できたところです。1周編めたら、はじめに鎖編み2目で立ち上げたところに針を入れて引き抜き編みをしますが、この引き抜き編みをするタイミングで黒い糸を持ってきます。黒い糸を針に引っ掛けてそのまま引き抜きます。次に黒い糸のこの糸端と今まで編んできた白い糸を一緒に編みくるめるようにしながら続きを編んでいきます。まずは次の目に針を入れて引き抜き編みをします。次の目にもまた引き抜き編みを1回します。
次に鎖編み1目を編んでから、今引き抜き編みをした同じ目に針を入れて細編みを1回編みます。次の目には中長編みを1回します。次の目には長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回。次に今一緒に編みくるんでいた白い糸に持ち替えて、次の目に白い糸を引っ掛けて長編みを1回します。長編みをまずは途中まで編みかけておいて、また黒い糸に持ち替えてから最後に引き抜きます。次の目には黒い糸で白い糸を編みくるみながら長編みを3回編みます。1、2、3回。次の目には中長編みを1回、次の目には細編みを1回、次の目には引き抜き編みを1回します。ここでまた白い糸に持ち替えて、次の目には細編みを2回編み入れます。2回。次の目には中長編みを2回編みます。次の目には長編みを3回します。1回。2回。3回。ここまで編めたら黒い糸はカットしておきます。次の目には長編みを2回編みます。1、2。次の目には長編みを1回、次の目にも長編みを1回編みます。次の目には長編みを2回。次の目には長編みを3回編みます。1、2、3。次の目には中長編みを2回編みます。1、
2、次の目には細編みを2回編みます。1、2、次の目、前の段で引き抜き編みをした引き抜き編みの頭に針を入れて、ここにも引き抜き編みをします。これで編み上がりになります。糸をカットして、出ている糸はとじ針を使って始末しておきます。次に眉毛と目をつけていきます。黒い糸を 40〜50cm の長さにカットして、とじ針に通して準備しておきます。これをまず眉毛からつけていきます。次に目はフレンチナッツステッチの要領でつけていきます。目をつけたい場所に糸を出したら、糸を針に3回巻きつけて、同じ場所もしくは少しずらした場所に針を通して反対側に通します。反対側の目も同じように、これで眉毛と両目がつきました。余っている糸端は適当に糸の中に通して始末しておきます。
最後に口をつけていきます。30センチほどにカットした赤い糸をとじ針に通して、1段目と2段目の間のあたりにつけていきます。同じように余った糸端は適当に糸の中に通して始末しておきます。これでおたふくのモチーフの完成です。